始めようか。こいつは狼、いや兵馬か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。逃がさない。さあ行くぞ。いきなり兵馬に出会うなんてついてない。妙だな。偶然だといいんだが。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる？どうだろう、まだ断定できない。の前を手足ないのに動けるってすごいな。やっぱり偶然じゃない。明らかに俺たちに寄ってきてる。見えた、湖だ。大きな町がある。行ってみよう。行くぞミクリオ。お湯放て。こがまずミクリオ。みんな任せたぞ。よく逃がさない。天狼まだいるぞ。瞬撃、集まれ。よっしゃ。じゃあ瞬撃、おとなしく全部。さあ行くぜ。君の気は。うおー、負けるか。ひとまず退けたか。
なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、天意見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。僕らは負けないよ。今が好機だ。おとなしく眠ってくれ。天狼波、天狼波、逃がさない。話す投了、まだいるぞ。僕も負けない。天狼波、決めてみせる。なんとか追い払えたか。何か揉めてるな。本当だ、馬車が止まってる。私らは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギール、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それが私たちのプライドってやつ。これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ、なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何か入れようなら遠慮なく言ってくれよね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。すべ、犬だ。ミクリオも撫でてみたら。犬、こういう動物は僕らの存在を感じていて苦手だ。笑うなよ、誰だって苦手なものぐらいある。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。しても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索、どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね、
あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。